が好きだった。助けなかったらワンパンいけたな。なんだこのゲーム。キャラがこれは耐えれないか。追い風なら痛みはない。よし、ビリビリチクチクを食らえ。呪いからのビリビリチクチク。毒好き、まあ、そんなの入らない。このバチューニは、物理に割と振ってるので入らないですね。黒いヘドロ。ああ、毒タイプを生かして黒いヘドロね。はいはい。ああ、守る。守る持ってるとはな。呪い2回積んだろう、これが。呪い2回積む余裕あるよな。こういう耐久とアタッカー兼用してるようなやつには意外とね、呪いが効くんですよ。で、追い風がやむ。ビリチク読んでくるか、どうか。取り捨ててくるか。でも、掘り倒せたけど、どうかな。呪い2回積んだから、これ、バチユニで突っ切るしかねえよな。ガブリアス、地震が飛んできますが、うん。これ耐えれないので、どうしようか。うん、置き土産いけるか、こちらされてきた。おそらくアクアブレイクじゃねえな。なんか警戒したい。しかもどうでしょう。ああ、これは地震打ってくるな。耐えられない。身打ちしとけばよかった。ガブリアス、テラっちゃった。ああ、これはでも、あれですね、これも。超前が追いつかんわ、これ。あミスったー、もう。もうガブリアス、地面テラスするとは思わなかった。あ、上取った。肉だって。何それ。普通に地震で抜けたのにな。防御が下がる。外人よくわからん戦法するの。でもこれ冷凍ビームでもいけるよな。あ、でもギガドレインでいけるか。ギガドレイン抜群になってるから。さあ、ラス1、こいつとオーガポンで。モスノとオーガポン、地味に相性補完がいいと思うので。
ほんのり、羽もほんのり緑色なんですね。よし。ルートビームで。これワンパンでしょ。ワンパンじゃなかった。結構耐久に振ってるな。猿は特殊型だよね。食べ残しと、割と耐久アタッカーが多いですね。でもそういうやつは起点にされるんだよ、積み技でね。毒マモが多いな。どうしたか。毒って意外とダメージが多いんだよ。ここはテラツタルをしましょう。ツタコンボでぶっ切っていきましょう。相手オーガポンを選ばなかったの意外でしたね。こっちの炎オーガポンを見て、水のやつしてくるか思ったら。素早さは同点だから。対戦ありがとうございました。武人を選び損ねた。ほう。これでよくね。もう何も考えずに初手スタコンボ。もうシャワーズに変えるけど、これシャワーズ防御がめっちゃ高いんだよな。一つなのに異常に入るわ。草分けで酢をあげとこうか。
さあ、この学校もう止まらないでしょ。テラス毒やと思うんで、なんだろう、溶けるかな、まあ、スタコン棒でぶち抜けるか。いや、まさかの地面。いい地獄、タスキあった。タスキなかったらワンパンいけたな。なんだこのゲーム。ケラバ、これは耐えれないか。攻撃に振ってるっぽいから、これは、ああ、耐えた。なんだこれ、オーガポンおかしい。いや、ほんと今の環境オーガポンゲーになってると思う。もう降参、もう2匹目で降参してるし。オーガポン、鉄の進みいたわ。ミスった。ちょっと鉄の包み見るまではエレキフィールドを張らないようにするわ。いきなり照らすたる。この顔がもうトラウマになりそうだ。普通にただでさえ怖い顔やから。はい、サーナイト撃沈。正直クソゲーと化してるな。オーガポン対策しないと本当落ちちゃう。地割れか。挑発、ヘラ社に挑発って有効なんかね。テラス地面からの地震か。テラ水だ。あ、そりゃそうだよな。無駄だもん。挑発したけど、ウェーブタックルでやられちゃいますね、これね。あ、眠る。まあ、草分け連打だ。うん、確定4発か。これは耐久に振ってますね。ダイビング、これウニちゃんでいけるくね。3匹目が鉄の包みでないことを祈りつつ、バチエミでエレキを張っていきます。レベルボール入り、色違いのバチエミです。結構入るな、おい。うわ、アタッカーだった。あー、眠るも、あーじゃーん。これ眠るしてくるか。一丁上がり。水タイプの技か。
インファ、入れインファ。やあ、耐えられた。クソゲー溶かした。天然アタッカーやな。エレキフィールド、あ、エレキフィールド、あざーっす。エレキフィールドは相手を眠らされるじゃない、眠る対策にもなるやん。挑発とエレキフィールドが想像以上に刺さったな、相手。あ、よかった、包みじゃなくてよかった、マジで。羽ばたく神のパワージェムね、耐えるので、これは勝ちです。あ、しかも素早さで上取ってました。はい、対戦ありがとうございました。いや、相手本当、鉄の包みじゃなくてよかった。